バイオハザードの記号。ユニコードにも U プラス2623に記号がある。アメリカ国立がん研究所の標準開拓を受けたダウケミカル社が1966年に開発した。医療従事者の労災、針刺し事故による肝炎等感染の原因となる使用済み注射針は、バイオハザードの典型バイオハザードとは、有害な生物による危険性を言う。 生物災害と訳して危険性による災害そのものを言うこともある。古典的には病院や研究所の資料や廃棄物など病原体を含有する危険物を指してきたが20世紀末からは雑草や害虫を強化しかねない農薬体性遺伝子や農薬内性遺伝子を有する遺伝子組み換え作物等もこの概念に含まれてきている。肝炎ウイルスや結核菌 エキノコックス、プリオンタンパク質といった病原体の培養物や、その廃棄物、注射針等の医療廃棄物、生物兵器といった病原体等を含有する物質を総称して、病毒を移しやすい物質という。病原体とは感染症の原因物質のことであり、ウイルスや細菌、リケッチや、寄生虫、心筋、プリオンタンパク質等のうち、人畜に感染性を有し、 その電波により、市民の生命や健康、畜産業に影響を与える恐れがあるものを指す。病毒を移しやすい物質は、過去に、幾多の事故や事件を引き起こしており、これが、バイオセーフティの呼びかけや、バイオセキュリティ上の規制につながっている。世界保健機関は、風実験室バイオセーフティー指針を示すなどして、感染防止、漏洩防止を呼びかけている。 輸送にあっては国際連合が国際連合危険物輸送勧告により感染性廃棄物を含めて第六点2類危険物、病毒を移しやすい物質としてバイオセキュリティに配慮するよう勧告している。これらを受け日本では特定病原体等などを含有する物質は感染症法、家畜伝染病予防法、感染性廃棄物は廃棄物処理法等、輸送にあっては 危険物船舶運送及び、貯蔵規則及び、航空法施行規則による規制がなされるに至っている。病院の臨床検査室における典型的な、バイオハザード物質、結核菌の培養物バイオハザードの歴史は、1876年、ロベルト・コッホが、炭素菌の純粋培養に成功したことに始まる。これ以降、注射バリアピペットを介して、チフス菌、ブルセラ菌、 破傷風菌、コレラ菌、ジフテリア菌と実験室感染が毎年のように相次ぐこととなる。20世紀半ばに至ると、米ソ冷戦により生物兵器研究が活発化し、生物兵器研究者をバイオハザードから守るべく、軍事研究においてバイオセーフティーが発達することとなった。民間においては1967年8月、西ドイツのマールブルクにおいて、 ウガンダのアフリカミドリザルを解剖中、マールブルグ病に感染、7名の死者が出る惨事があり、これを契機に民間にもバイオセーフティの必要性が認知されることとなった。しかし、この後もバイオハザードによる感染事故は相次いだ。1978年、英国バーミンガム大学において、天然痘ウイルスがエアロザルとなって空調に漏洩して、島内感染、2名の死者を出した。 そして1979年には炭素菌が旧ソレンスベルドロフスクの生物兵器研究所から市外に漏洩し96名が感染66名が死亡するという大惨事が発生した。米国の生物兵器 E120 爆弾過失による事故が多発する一方20世紀末には故意による事件が発生し始める。日本では オウム心理教が1990年にボツリヌス菌の大量散布を試み、1993年には炭素菌の大量散布を試みたが、いずれも失敗に終わった。米国では2001年、炭素菌の入った手紙が、米国の報道機関や議員宛に送り付けられ、22名が感染、うち5名が死亡した。殺虫剤内政党もろこ氏。 BT コーン遺伝子組み換え生物の危険性は1974年、ポールバーグによるベルク書館等で指摘され、サイエンス史等でその検討が呼びかけられた。発がん遺伝子が大腸菌に入ると危険かもしれないという指摘であった。遺伝子組み換えは原子力事故と同じような危険性をはらんでおり、アシロマ会議ではどのようにすれば研究を安全に行えるかが話し合われた。 この結果を受け、日本では、組み替え DNA 実験指針が取りまとめられた。以来、遺伝子組み替え生物等のバイオハザードについてはこの、組み替え DNA 実験指針をもって、安全管理が呼びかけられていたが、2004年に遺伝子、組み替え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律が施行されてからは、罰則のついた法的な規制が敷かれている。 封じ込めのようとなる設備安全キャビネット前日の通り実験室や輸送容器等からバイオハザード物質が漏洩すると甚大な被害に至ることがある。これを防ぐために施される拡散防止措置を封じ込めと呼ぶ。取扱い生物を列挙し感染症法や世界保健機関等の示す指針に従って等級を割り出し必要な管理等級を決定。 推奨事項の履行を検討し、実験室を設計、従業員に作業、運営に関する教育を施す。実験室の設計等にあっては、感染症法の特定病原体等、取扱施設要件やカルタヘナ法の規定の定める防犯にも配慮が必要である。バイオハザード物質の漏洩を物理的に防ぐことを物理的封じ込めという。具体的には、 サーツの確保や滅菌器の設置、行為、手洗い、マスクの着用などである。バイオハザード物質を危険度により分類し、それぞれに必要な拡散防止措置を定める。より危険なバイオハザード物質を扱う部屋ほど多くの対策が必要となる。取扱い生物等の等級付け世界保健機関は、リスクグループの設定基準は示しているが、具体的にどの生物が、 どの等級に属するかは示していない。日本の法令では、感染症法で特定病原体等が指定され、また危険物船舶運送及び、除草規則、航空法施行規則が準拠する、国際連合危険物輸送勧告により、指定感染性物質が定められている。これに準拠した上、家畜伝染病予防法の法定伝染病、届け伝染病、 植物防疫法の指定有害動植物、国立感染症研究所や日本細菌学会の規定、指針などを参考に、法定外のバイオハザード物質についても、リスクグループを各国、地域で指定、策定する。日本における病原体等のリスク指定としては、国立感染症研究所と日本細菌学会によるものがある。日本における法定分類日本における、 法定分類は感染症法と国際連合危険物輸送勧告である。感染症法では生物テロに使用される恐れのある病原体等であって国民の生命及び健康に影響を与える恐れがある感染症の病原体等が特定病原体等に指定されている。輸送にあっては蒸気特定病原体等のほか 国際連合危険物輸送勧告に定められた、病毒を移しやすい物質を輸送する際は、危険物船舶運送及び、貯蔵規則、航空法施行規則に従って、放送、輸送しなければならない。日本において、法的要件として準拠しなければならないのは、感染症法の特定病原体等、取扱施設の施設要件と、国際連合危険物輸送勧告に準拠した、 危険物船舶運送及び貯蔵規則、航空法施行規則の放送要件、遺伝子組み換えにあっては加えてカルタヘナ法の拡散防止措置要件の3要件となる。施設要件と放送要件の決定に必要な病原体等の分類は可表にまとめた。カルタヘナ法の拡散防止措置要件の決定に必要な微生物等の分類表は研究に主唱例に基づき、 認定宿主ベクター系統を定める告示を参照されたい。法定外分類以上の法的分類に該当する病原体等を含有する病毒を移しやすい物質は法律に基づく施設要件等を満たさなければならない。その他の病原体等にあっては従来通りバイオセーフティーレベルに基づく管理を行う。実験室特定病原体等を取り扱い施設の 実験室と保管室の出入り口、特定病原体等の輸送容器に表示が義務付けられる法定標識バイオハザード物質の開封、操作は専用の実験室が必要となる。二種病原体等であれば二種病原体等、取扱施設でクラス3の遺伝子組み換え動物であれば P3AC 区画で等、扱う生物の危険度に対応する管理等級の 実験室で開封、操作する。病毒を移しやすい物質は特定病原体等、取扱施設、バイオセーフティレベル、遺伝子組み換え生物は PHP4、LSC、LS1、LS2 LS、特定飼育区画、P1AP3A、特定毛質、PHPP3P といった管理等級である。なお、状況において、横の列は同等ではない。 例えば、BSL2 と見た目病原体等を取り扱い施設では、要件が異なるし、対象とする生物の基準も異なる。病毒を移しやすい物質については、世界保健機関の実験出オセーフティ指針、特定病原体等については、厚生労働省の感染症法に基づく、特定病原体等の管理規制について、遺伝子組み換え生物については、環境省の 日本版バイオセーフティクリアリングハウスが参考になる。また、バイオセーフティレベルは、法的要件ではないが、特定病原体等の取扱い施設要件は、感染症法の定める義務であり、PX 等遺伝子組み換え生物の拡散防止措置は、カルタヘナ法の定める義務であり、輸送容器指定はいずれも、航空法と危険物船舶運送及び、貯蔵規則の定める義務である。 設備による封じ込め病毒を移しやすい物質を扱う上で、設備において万全を期すのが前提となる。中でも封じ込めのようとなる設備が安全キャビネットであり、ほぼすべての特定病原体等の取扱い時に使用が義務付けられる。同様に、部屋全体を陰圧に保つ差圧構造が特定病原体等取扱い施設には求められる。 感染性廃棄物の処理には、高圧蒸気滅菌機が必須であるし、行為には、全室が必要となる。手洗いを行った後に再汚線を防ぐため、自動ドアや肘で開閉できるドアなどが要求される。取り扱う病毒を移しやすい物質の危険度によっては、退室時に防護服ごとシャワーを浴びる必要がある。どれだけの設備が必要となるかは、取り扱う。 病原体等とそれに対応する管理等級による。手技による封じ込め使用済み注射針は蓋をせず直接専用のゴミ箱へ適切な箇所に表示を行い、出入り時は行為を行い、室内ではマスクを着用し、汚染廃棄物は摂取121度15分高圧蒸気滅菌等の除染してから搬出する。汚染資料の搬出時は見え放送等。 国連危険物輸送勧告に従った放送、表示を施してから搬出する。金液をこぼす等、汚染が発生した場合は、次亜塩素酸ナトリウムや石炭酸によって除染を行う。退出時は手洗いを行う。これら主義による封じ込めのうちどれが必要となるかは、取り扱う特定病原体等の種別や管理等級による。事前に教育訓練が必要である。 白金耳や、コンラージー棒、ガラスビーズ、ピペット等の実験操作時に病毒を移しやすい、物質のエアロゾルを吸い込んだり、口に飛び込んだりしての蛍光感染や、針刺し事故、動物による交渉や創傷、血液など病理学的資料からの感染、除染滅菌廃棄時の感染といったことがよくある、事故であり、特に教育すべき事故をとされる。また、万が一の感染に備えて、 予防接種が推奨される。資料採取は採血や解剖等となる。針刺し事故等、外傷に注意が必要であり、使用済み注射針を廃棄する際に蓋をする、リキャップと呼ばれる行為などは、過去の針刺し事故の大半を占めていたため、多くの施設が禁止するところである。輸送バイオハザード物質の輸送にあっては、見え放送が必要となる。見え放送とはすなわち、 試験管やシャーレ等の一時容器、機密性の二次容器、衝撃から守るための堅固な箱等の外装容器である。一時容器と二次容器の間には、一時容器が破損した場合に備えて液体媒地や溶融観点を吸い尽くすための吸収剤を挟む。見え放送の容器には、国際連合の規格が存在し、5000から15000円ほどで購入できる。 このように放送した上、国連の規格に従って各種表示を施す。特定病原体等の輸送容器にはバイオハザードマークを表示しなければならない。特定病原体等でなくとも国連危険物輸送勧告の対象であれば表示が必要となる。国連指定の放送様式には P620、P650、P621、P904 の4種がある。 全三者は病毒を移しやすい物質の放送様式で P620 は危険な A 種の放送様式 P650 は B 種の放送様式 P621 は医療廃棄物の放送様式である後者の P904 は遺伝子組み換え生物の放送様式である法的には危険物船舶運送及び貯蔵規則航空法施行規則 国際連合危険物輸送勧告に基づき、三重放送や、バイオハザードマークの重複が求められる。また、授受にあっては、公安委員会への届け出や許可が必要である。具体的な輸送方法については、厚生労働省の特定病原体等の安全運搬マニュアルや、世界保健機関、感染性物質の輸送規則に関するガイダンスがある。宅配便原表の書き方など、 実務的な内容にまで踏み込んだ解説は、結核予防会結核研究所鉱山菌、レファレンスセンターによる結核菌の具体的な輸送方法に関する解説に見ることができる。排気感染性排気物の処理にあっては、実験施設内での除染を行ってから排出すること、張り差し事故の内容を表示、分別を行うこと等に注意が必要である。日本における処理にあっては、 環境省のマニュアルが参考になる。感染性廃棄物には、感染性廃棄物である胸と取り扱う際に、注意すべき事項を表示することが必要とされており、数に示す標識が推奨されている。形状により、色分けを行うことが推奨されており、血液等液状物は赤色、ガーゼ等固形物は大々色、注射針等鋭利のものは黄色となる。黒のみで、 色分けしない場合は、文字で形状を表示することとされる。未同定種の取扱いが有される、生物等の種が不明である場合は、推定される種のリスクグループを準用し、最低でも BSL2 の物理的封じ込めは施す。最近学会の指針特定病原体等、取扱施設の施設要件に関しては、感染症法、例、規則、告示等を参照されたい。 ここでは特定病原体等以外の取り扱い施設のため日本細菌学会による取り扱い指針を示す遺伝子組み換え生物等においては生物学的封じ込めによっても封じ込めを施すことができる生物学的封じ込めとは実験施設の外では生存できない宿主とベクターの実を使用するようにして一万一物理的に漏えいしても 危害を生じにくくする予防措置である。認定宿主ベクター系は、非認定宿主ベクター系に比べて安全な組み合わせ。特定認定宿主ベクター系は、B1 よりも安全な組み合わせとされる。B2 の生物学的封じ込めの下では必要とされる、物理的封じ込めが1等級緩和され、逆に、非認定宿主ベクター系を用いる場合は1水準。 厳しい物理的封じ込め等級化で実験を行わなければならなくなる。生物兵器提ロ訓練での資料採取バイオセーフティーが過失による公害を対象とするのに対して、バイオセキュリティは故意による暴力を対象とする。バイオハザード物質は危険物であり、医薬用害毒物や爆発性危険物と同様、兵器、武器としての悪用が可能である。 禁酒の盗難や横流しを防止するための防犯対策をバイオセキュリティと呼ぶ。日本においては感染症法の特定病原体等に関する条文をもって、施錠管理や授受時の届け出等が義務付けられている。およそ特定病原体等は、医薬用外毒物相当、それ以外のリスクグループ2から3にあたる病原体等は、 医薬用外撃物に相当する管理が求められる。法的な詳細は感染症法の特定病原体等を、推奨事項や背景知識等の詳細は、世界保健機関の実験施設、バイオセキュリティガイダンスに詳しいので、こちらを参照していただきたい。国際機関政府機関その他、ありがとうございます。